173cm、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 173c
すごい、現場すごい緊張感ですよ、うん、やっぱ JG 来たって感じで来たって感じ、ね、が見る。いやだからね、驚いたのは、はい、僕はその松本さんにあのビタリーどう言ってたって言ったら、別に何も言ってなかったって驚いたんですよ。嫌がると思ったんだけど、すぐすぐ嫌がって来ないんじゃないかなと思ったんですけど、いきなり本当 誰でも勝つっていう、うん、すげえ、誰でも勝つ、ちょっとすごいねなと思いました。 JG が1回戦だから嫌だとか一言も出ないですよね。その両者の対決やいかに、まあ、このやっぱ道着がかっこいいですよね。かっこいいですね。みんなね、一流選手を着ると。 Let's get it on round one! 勝負の序盤、前に出るのはジェイズ・カルバン。おお、上下と早すぎる高速パンツ。 JG ってね、あのヒーローズなんかで、はい、ずっと出てた時から思ってたんですけど、はい、うわ、足を取ってる。今回7上から来た。はい、70キロなんですけど、これ試合になると80キロぐらいになるんですよ。リカバリーがすごいんですよ、うん、1日で体重10キロぐらい増えちゃうんですよ。だからパワーが今見ててもすごいですけど、はい、圧力がね、普通じゃないんですよ、ね、圧力がすごいですよね。同階級とは思えない、まあ、変な話、田村選手とかあの辺と当たってもいいぐらいの体重になっちゃうんですよ。ちょっとこのスピードとパワーが、うん、すごいですね、桁外れ感がありますね、うん、だから圧力がすごいんですよ、パワーをかわして裏に回るか。いや、しかし落とす、惜しいですね、惜しいですね。ちょっとそのこのね、ゲージのプレッシャー半端ないと思いますよ、はい、今、うん、でもビタリ見てください、落ち着いてますから。落ち着いてますね、うん、なんかそのあれですよね、獣のそれですよね、うん、このカルバンの、カルバンはね、はい、スピードとパワー、うん、圧力があるからね、逆に言うとジェイジーなんてああやって押せるでしょうね、うん、押せますよ、しかしビタリは、それが怖いと思う。あ、今いいパンチですよ、落ち着いて、落ち着いて、ハッターのような目がいいんだよね、ビタリは全部見てるから。おっと、聞いた、聞いた、聞いた、右が入った、感情落ちた、おっと、これはさすが打ち抜いたか、まさかカルバンが先にパウンド取っている。いてる、どうする、今のも聞きましたよ、おた、まさか、危ない、ノックアウトだ、ノックアウト、カルバンが落ちた。いや、こんなカルバン見たことない。きっかけは打ち抜いた右の一発。いや、あの、マサト選手と K-1 ルーキーやっても倒れなかったですからね、はい、いや、この松本さん、これすごいよ、こう、これ松本さん、松本さん、ちょっとこれ、これはね、やばい、すごいなって、本当に、本当にね、ビタリ・クラッチ選手の勝利となります。またこの地味な感じがいいですね。ちょっと渋すぎるじゃないですか、ビタリ決勝進出が決定いたしました。JG、あんな JG 見たことないですからね。マサト選手と打ち合っても倒れない JG が、はい、あれね、やっぱり当て感とすごいやっぱりパンチ力とかあるんでしょうね。パンチが当たるとね、もう倒れ、あの、意識飛んじゃうんだよね、はい、ビタリのパンチって。あ、顎にやっぱり、あ、今のは、ね、顎でもないと思うんですよ。選手隊長、でも効かせるパンチなんですよね、うん、打ち抜いたら痛いんでしょう、また痛いんでしょうね、腰から落ちたからね、はい、腰から落ちたんですよ、そうですよね、綺麗にストーンと落ちたと、腹とかね、打ち分けてるし、はい、パウンドもその打ち分けも本当に見事、うん、これね、ベテランにごまかされずに、ね、はい、逃がさなかったのがすごいですよ。大抵でごまかされちゃうんですよ、このぐらい、ね、完全KOですよね、ビタリクラッチすごいよ。いや